するしない？麻雀の匠、今回のゲストは藤田進さんです。よろしくお願いします。ついにやってきました。藤田さん、今まで、はい、トッププロがね、はい、続々といらしてくださったんですけど、見たいという声がありすぎて俺の見てどうすんの。俺の見て勉強したいんですよ、みんな。いやー、どうなんだろう。どうやったら最強位になれるのか。まあ、まず社長で成功して著名人戦に出るのは。でもね、スタートがないと高かったですね、今ね。そっちが意外と難しいんです。でも、あの枠から勝ってからのその後の決勝戦までの道のりまでも結構ハードル高いですよ。そうですね。でもやっぱ、なんか最強戦の1日で何着取りとかトップ取りとかっていうのはなんか割と得意っていうか好きですね。だから、その連帯するのが得意ってことは、その思考がやっぱみんな気になるんですよ。だって連帯したいですもん、世の中みんな。目的がはっきりしてると割とその判断をそれを基準にこうどうするか決めるから、軸がしっかりするというか、今日みたいなのが一番どうしようか分かんないですよ。今日の匠のこの、なんだろう、どうしようかなみたいな。ぜひもうトップ、そうだね、いつもみたいにもぎ取っちゃって、目指すしかないから、ね、ください、はい、それ仮定してやるしかない。だからジャンパー的には、でもそうすると他の人がトップを目指してないとよく分かんないって感じ。あ、じゃあかなりこう周りの、まあ、リーグ戦ならリーグ戦みたいなイメージでもいいんですけど、意識してるってことですね。多分、まあ、自分では相当自分の手よりも皮とか相手の顔とか、顔もっとさらにそのなんか全体における今の位置づけみたいな方を重要視するタイプだと思うんですよね。全員がゴリゴリにトップを目指しています、今日は。ということでしょ。はい、そうです。本当ですか？本当です。なんか前の加工ログみたいなの見たら、うん、なんか黒子みたいな打ち方してる気がする。一人現れるかもしれません、そんなのも。そんなタイプも、まあでもそんな彼らもぜひ、なぎ倒すぐらいいつもの強いの見せちゃってください。やりますか。はい、では今日は藤田さんの麻雀見ていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは問一曲開始してください。よろしくお願いします。お願いします。皆さん手配を開けてください。トン一曲、藤田さんはペーチャスターとドラはスーピンです。ハイパイがこちら、回します。待って、ハイパイでこちらやっちゃうか。もちのロンで仕掛けていきますか。あ、もちろんです。はい、これは、まあ、本線、本日当日ですね。役やった、今なんかね、大事そうでちょっと気が変わりかけたかもしれない。ドラが来ましたけど、ちなみになんですけど、ここ泣くとして、ここどうですか、かけます。ここは今仕掛けます。こっちはしない、こっちはする。さあ、出ました、ポン。白が出て、まずは仕掛けていきます。トンプ戦なんで。そうなんですよ、今回トンプ戦ですごい意識するところってあります？まあ普通に難易局だと思ってるんですね。あ、そんな点で言う、まあ、平たい難易局、ここペンチャースタートじゃないですか。はい、ペンチャースタートでこのまま最終親番を迎えるとかなりきついと思ってるんですよ。勢いよく流されるんで、だから荒らしていきたいんですよ。波風立てていきたいと。そう、安く上がらせないように、安く親が流れないように、はい、このパーピンは、切ってしまうんですね。8、9って言ったら、もうペンチャンいらないんだっていうのは。どうしてセピンは入ってくるか、もしくは、本日前のか、ここはいらない。はい、まずペンチャンを払ったのは見せないということですね。すごい。でも、一つ挟むとまた、あ、これで見せるか、手は進んだ。いいシャンテンですね。スタートから荒らしたいというお言葉が出ましたが、リアンドのポンシーです。
こっちもファンなんだ、はい、なるほど、うんうん、ちょっとトイメンのドッポさんが両面チーですよ、ローピン。荒らしたいって言ってるの。あっちも荒らしたいタイプなんですかね。いやシンプルにいく派か、なんか採用か、そうなんですけど、うん、今回何かも入ってるんですけどね。打点はどのあたりか。今もう結構順番進んできましたけど、結構意識します、手出しつもぎりだったりって。どうですか、チー出しはパーソーでした。今手出し数層泣いた人は見ますね。あ、じゃあ問い目はまず注目。親だ、親の進捗スピード、うーん、アシスだ。もうこれはもうそのよりも、うん、漫画もさっきまでは両面でしたけど、はい、両面のこの変化、そうなんですね、ここで変わるんだ。元気よくもう感想のつもりでしたよ、というの。なんか気持ち強度でしたそこも意識します。やっちゃったみたいな。あ、やっちゃったの方なのかな願望もちょっと入ってる。あ、え、ちょっと待ってください。事件ですか、事故ですか、どうしよう。これすごい大事な人生のターニングポイントできましたけど、いいか選ぶんだポイント、最後の一言、アネマンでいいか、十分高い。これね、はい、卓球卓見で、まずはこれ、ね、2リーグで言ってたら、うんうん、あのすっぴん3票として第3ゲームで目立つタイプヒーローキス見せたいみたいなね、 ありますよね。真面目にやってたらもうこれで十分ですね。ガチじゃない、ガチ、ただのガチ勢の判断でしたね今ね。いやいや、めちゃくちゃいいんじゃないですかこれ。一人じゃ見えてる、いや見えますよ、だってえ、その手にも見えてたかもしれないのに、ね、気になってると思います。俺のこと意識してるみんながでも本当だ、前ちょっと悩み出しましたよ。意識してるんですか、うんうん、こういうなんですか、目立つの好きなんですよいるかいないか分かんなかったっていう、うんうん、まあ、たまにそういうね、忍者みたいなタイプなんですけど、該当者出てきました一人、はい、そういうのより俺はいつ もやっぱりこう常に大井さんとかすごい主人公属性ですか。そうですね、顔もいつも作ってますもんね。目立たないといけない。じゃあ藤田さんもそっち属性なんですか、うん、仕掛けたドッポン全然入ってないですかでもしっかり見てる、ええ、確かに進んでる感じはしない。親も神ちゃんなんかパッとしなそうだな人の話でしょ、手配の話でしょうか手配ですか、手配ですいや、じゃあ、うん、俺が一番目立ってるってことでよろしいですか、ふたさん。うん、でも場を支配してるあ、その感覚ってでも大事ですよね。一枚一貫なんって、うんうんうん、切って大丈夫なんかな、悩んでるかもしれない。あ、もう証拠入ってますもん、ブラブラさせていやでも実際よくある麻雀で私もよくブラブラさせてるタイプなんで、やっぱりそういうと取り外したから、うんうん、なんかトンボ切りたくないなんて思っちゃってる、ね、あ、そっか。じゃあ結構出上がりしにくくなってるかなっていうところは感じてますよ。そうですね、まあ、うん、のために何でもどちらにしろかなりあのいい意味でも悪い意味でも目立ってますもんね、うん、今ね、うん、なんかね、うん、ドッポさんの雰囲気を切ってくれそうです。あ、俺はドッポじゃんそんな感情できるのかわからないけれどもポンですって来ましたよ。うう、ポン、はい、勝負。何が出てくるのか。ヘイは安全範囲が、じゃあテンパイの可能性もかなり高いですかね。さあ、そうですね、トイメンは4枚目のペイを切りましたから、テンパイも濃厚か。本当にヤンキン泣いてないからな、アブロキの人二度受けを、ただのプロじゃないか。二度受けだったパターンは確かにある、下ありますもんね。それはもちろんですよ、これでそれ止めてたらね、うん、でも打点が3球ぐらいですか。じゃあ
ハトピンが見えてないのか。漫画あるけど、まあ、3級の方向で、うん、でもまあ満貫以上はなさそうですもんね。最高で満貫か。山に残っているのがこの町。ほぼ神社神社無視してる、ね、うん、はい、うん、私も一緒になって無視しちゃいました。カーン、ほう、迫力がない暴れん坊将軍みたいになってますよ。さあ、ドラマ風1いるのかしら。もう、それとも両脇に収納されてしまったのか。照らし急走ですって。え、ちょっと待って、なんかあれじゃないですか。そうでもなかったのが今貼ったか、もしくは対応したのか、どっちかか。どこかですね。動画も撮れています。え、今ドラマになってる時間差で気づいたパターンですね。もうこの世は自分のものだろう。あの、ピッタさんのおかげで乗りました。高くなりました。高くてマンマンかとか言ってたらもう、あ、ポンは重ねたのかってことは、もう一枚あるのかってことですね。これ持ってるんでしょ。あー、変化ってならもっと強打してる、うん、そのテンションも重要視するんですね。でもいつもこのテンションの人かもしれない。あ、そうね、そうですね、まだ知らないですからね。いやいやいや、すごい合ってる。あ、流局、天杯の方は開けてください。全員の点で一人天杯、しかも高い。さあ、天杯いただきました。ではみんなの手牌を確認していきましょう。皆さんよかったら手牌開けてください。なんだったらあのキースかなりまだ苦しいところが、いや止められてる。これ藤田進っていうブランドで余計切りにくくなったんじゃないですか。うん、だってかなり早いとこからですよ。みんなもう顔がにやけちゃってたからね。ハイパー開いてるから。自分の問題だ。でにやけたのは。普段はもっと、はい、怒ってんのかみたいな顔して言ってる。うんうんうん、じゃあそれが出ちゃったのが今また抑えられた原因かっていうところにも考えてるわけですよ。サブローピンじゃなかった。まあでも、ヤンキーは、まあ漫画もキープしようとして、まあそうですね、ドラの数ピン使いたくてっていうのが大きいですかね。でもかなり仕掛けたはいいが、うん、6に入ってこなかった。そういうことですね。早いうちに数層落としたら3層持ってきたから、うん、そう強打してます。あ、そこそこのポイントもしっかり覚えてるんですね。あ、でもそういったところの選手のおのおのどこら辺のスピードかはすごい大事にしてるんですね。だいたいスピード、自分手配よりやっぱりパワーとかしてる。だって、上島の、放置早かったですもんね。もうこの人たち大丈夫ですみたいな。あ、そうです。いや、藤田さん、今の一曲で藤田さんのなんか、力と、あと、見えてる場と、プロっぽくなかったですよ。いや、確認してる場所がでも的確でした。いや、面白い一曲で、まずは一人天杯となりました、はい、この後、荒らしていけるんでしょうか。次回もお楽しみに。